さあ、アートテラトニーのそろそろ美術の話を。この番組はアートテラトニーがアートに関わる方をゲストにお迎えし、脱線を交えながらトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。10回目の今回は前回に引き続き東京画廊代表取締役社長山本小津さんをゲストにお招きし、今回は山本さんご自身のことについても掘り下げていきたいと思います。さあ、ということで改めてどうもよろしくお願いいたします。前回はありがとうございました。だいぶおしゃべりいただけて止まんなくなっちゃった。いや、いいですね。なんか本当久々ですもんね、こうやってしゃべるのが。そう、なんかいや楽しいなと思います。いえいえ、もういろいろと話が出たと思いきやまだまだ話が尽きないということで、この前の第9回でもちょっとちらっと出たんですけど、小津さん一回あれですよね、衆議院議員の村山達夫氏の秘書をされていたことがあると。はい、7年間選挙やってました。これどういう経緯でなったんですか？やっぱり僕の世代は団塊の世代なんで、はい、一つは学生運動、はい、それからもう一つは万博と沖縄海洋博、ね、はい、うん、で僕は武蔵野美術大学の時は、まあ母の影響で建築家になりたいと思ってたから。あ、もともとはですか？そう、だから画廊を引き継ぐなんてことを一切考えてなくて、はいはい、建築家になりたいなと思ってムサビの建築家に入ったんです。はい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 。で、建築をやってる間に、はい、学生運動が起こるでしょ、はい、そうすると建築の設計の決定、はい、だからいわゆる誰が、はい、建築家に頼むかっていうことに興味持つわけですよ、うん、例えば丹下さんが代々木の体育館作るっていうのは、はい、誰が丹下さんにそれを頼んだのかっていうことを。オファーする側の人。そう、オファーする側の気持ちを知りたくなったわけですね。はいはい。それで、オファーする側になると、うん、ああ、そうか。オファーするっていう人が建築の元々の、うん、なんつうのかな。だから、アートで言うとね、はい、第一番目に作るっていうのは、はい、デザイナーじゃないなと思った。はあ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 。オファーする人が、うん、だから、安藤さんとかいろんな建築家がアーティストみたいなこと言ってるけど、はい、僕はあれはデザイナーであって、うん、発注する人がリスク背負ってんだから。どこに建てるとか、そうそう、どういうものを建てるっていう。どうするか、うん。だから発注側の意識を知りたくなって、はい、あ、建築の発注は何かなと思ったら、はい、建築家以前に都市計画の国家プロジェクトが一番大きいわけよね。うん、例えば代々木体育館とかさ、うん、万博とか、うん。それで、それで都市計画に興味持って、はい、で、大学紛争があったし、はい、そうか、政治っていうものが、そういうものを決定してんだなって勝手に思ったわけ、ね、うんうんうん。で、たまたまマルクスの経済学も読んでたし、はい、それで、そうだ、お袋に頼んで、はい、お袋は、まあ、ちょっと数奇な人生で、はい、財務省に、大蔵省に行ったことあるから。あ、そうなんですか、はいはい、そう、ね、まあ、お袋はね、はい、終戦内閣の玉音放送をタイプしたんですよ。え、その人なんですか？そうそう、迫水久常さんっていう内閣官房書記官に大蔵省から連れてかれて、それで天皇陛下の玉音放送和文タイプした、うん、だからちょうどお袋の同期に福田さんとか、あ、福田大平さんとか、はいはい、みんないたわけですよ。黒金さんとか、はいはいはい、でうちの父は、はい、まあそういう関係があって、この画廊の創業の株主に黒金康美さんっていう、はい、官房長官やってた人がなってくれたんですよ。へえ、そういうつながりがあったんですね。で、学生運動とかそういうの見てて、はい、それで、ああ、大平さんちょっと行ってみたいなと思って。ちょっと行ってみたいなで選べるとこだったんですね。そう、それで、大平さんとこ行きたいって言ったの、はいはい。で、まあ、直接は行けないんで、はい、とりあえず、村山さんの秘書は、親しくしてたので、はい、うんうん、村山先生を通じて、うん、失礼な話だよね。はいはい、大平さんのとこ行きたいのに村山先生の秘書通じるっていうのはさ。第一規模がそっちだから。そうそう。まあでも、心よく受けてくれて、はいはい、大平先生の事務所行ったんだよ。はい、そしたらそこの真鍋さんっていう、その後参議院議員になった方なんだけど、はい、真鍋さんが、まず最初に僕に言ったのは、はい、お前は香川県じゃない。大平さんは香川県のかなんかだから、はい、選挙区じゃないから、まずダメだ。うんうん、それから、この仕事はろくな仕事じゃないからやめた方がいいさ。政治家の方が自らが。そうそう、はい、その、いや、第一秘書の。あ、大島さんに会うとこまで行かない。そうかそうか、その秘書の方が。第一秘書に言われたの。うんうん、もうとてもろくなことになんないから、つって、断られて、第一衆議院議員会館から帰りに、村山先生の事務所で電話して、うん、その秘書の方に、うん、
え、実は大平さんとか断られて、うんうん、どうもありがとうございますって電話したの。うんうん、したらその人が、うん、山本君うちに来るかって言われた。へぇー。でもさ、断れねえじゃん。そうですね。でも今、ろくな仕事じゃないと言われたんですよね。そう、言われたけど、半分ね。それで、まあ、行くとこもないし、別に就職活動してもいないから、ああ、じゃあお世話になりますって村山先生とか言って。それ大学4年卒業してすぐってことですか？2年ぐらい。あってってことですか？沖縄海洋博手伝ったり、はいはい、で沖縄海洋博手伝って、もう嫌になっちゃった、都市計画本当にひどくて。どうひどかったんですか？だから結局ゼネコンが国家予算の沖縄につけたお金のほとんど吸い上げるわけです。あ、そうな、はいはい、ゴミだけ置いていくわけよ、うんうんうん、だそういうこと見ててさ、もうひでえなと思ってさ、嫌になっちゃったの、ね、若い時のおじさんは。そう、若い時。で、それで政治に、ちょっと、どういう仕組みになってるのか興味持って。そうか、ゼネコンにそういうふうにされない政治を考えなきゃな、みたいな。そこまでは考えてないけど、仕組みはどうなってるのかと思って。それで村山先生のとこ行った。はい、だから村山先生は、はい、大蔵省の酒税局長から、国会、池田隼人さんに言われて国会議員になったから、へ、で先生のとこいると、まあ、暇なのよ。あ、そういうもんなんですか。わりかし暇なの、はい、それで山本好きなことやってでもいいっつったからそこで経済学全部本読んでたの。あ、暇な時間。そうそう、だからサミュエルソンとか、うん、ケインズとか、うん、そういう本ずっと読んでて、うん、で美術大学だから経済なんて、うん、ね、そのさっき言った、あ、前回言った、うん、マルクスの資本論は読んだ経験があるから、うんうん、それでずっと経済の勉強してると、はい、先生がさ、わかんないことがあると先生に聞きゃいいけ。へえ、めちゃくちゃいい人ですね。そうそう。で、村山先生にそういうの好き勝手に聞いてたらさ、と SP に止められてさ、山本くんね、国会議員の秘書がね、先生に気軽に聞くもんじゃない。そらそうっすよね。いや、すごい。でも先生はリベラリストだから、うんうん、若い人に聞かれるといろいろ答えてくれるんだよ、うん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 。それでまあ7年間いたんだけど、やっぱり真鍋さんが言った通り、もうどんどん脱落していくんだよ。秘書の仕事してると。そう、何が嫌なの？今の話だけ聞いてるとめちゃめちゃいい職場のように思います、ね。いや、でも先生がいるでしょ。はあ、先生のとこに陳情に来るわけだよ。いろんな人が。そう。頼みに来てるわけだよ、うんうん。その人たちをちょろまかせるわけ。ほうほうほう。やたらお金入るんだ。いや、めちゃめちゃいい仕事ですよ、ここまで聞いてる。でも、それは堕落するんだよ。ああ。あのね、堕落しないのは、将来自分が衆議院議員になりたいと思って秘書やってる人。うんうんうん。これは堕落しない。ただ、志がある人。そう。なぜかと、そこで堕落すると衆議院になんないから。なるほど。割かし綺麗なんだ。うん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 、で、僕の雇ってくれた第一秘書っていう人がとてもクリーンな人で、うんうん、その人のおかげで僕は堕落しないと済んだかもしれない。でもじゃあ、堕落しちゃってる人もいたんですか？いや、もう僕の周りほとんど3年の間にみんないなくなっちゃったよ。それはお金が他でもらえるから。お金だから。はあ。まあ本当に、まあここじゃ言えないこと、いくらでもあるんだけど。で、ね、じゃあ7年でもやって、でもじゃあもう秘書の仕事はもういいなってなって。というか、ある日突然、母の、すごくして、した、いや、親しくしてた、前、駐米大使、牛場さんという人がいて、福田内閣の時に、アメリカとの経済摩擦を、全部、解決した、牛場さんという外務省の人がいる。で、その人の奥さんが、私の、奥さんとその妹さんが、私の母の、友人でもあったの、うんうん、でそのおばさん二人に呼び出されてね、うん、あんた最近品がないわよって言われた急に言われた急に、はいはい、ね、品がないくなっちゃったわよと、うん、気をつけなさいって言われたんだけど、うんうん、27、8歳で品がないって言われて分かんないじゃん、うん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 、意味が、うんうん、でもやっぱりちょっと考えなきゃいけねえなと思って、はい、先生に置いてもらう。その言葉が大事だったんです。品がないって。結構じゃあショックは受けたんですか？ショック受けた。品がないってすごいショックよ、あんた。確かに。しかも、面と向かってですもん、改めて。ほら、例えば芸能の人たちがさ、はいはい、品がないっていうことを前提のもとで商売してるのは傷つかないの。はいはいはい。意識してるから。うんうんうん、だから意外と、テレビ降りると品が良かったりする。はいはいはい。品がないふりをしてるだけですから、ね。そうそう。だからそれは演技だからさ。はい、
僕は演技じゃなくて素が品がないってのは。それは確かにショックですね。ショックでしょう。それはだから、あ、仕事のせいなのかなって思ったわけですね、その時に。うん、なぜかと、僕は心にもない頭下げて歩いてるわけだからさ。ああ、なるほど。うん、で、いろんなことやってるから、よくわかるわけ、自分で、うんうん。これが原因だなっていう。そうそう。で、別にその、村山先生が悪いとか、うんうん、第一秘書が悪いじゃないの、うんうん。その、やっぱり僕の心持ちの中に、うん、何歳かな、やっぱりその、志がないってことよね。いや、要するに7年も行ったけど、いつかこれでこう選挙出て政治家になりたいっていうのはなかったんですか？まあもう、とにかく、僕にはそれができない、うんうん。品がないんだったら、適して品がないとこまで行かないと。うんうん、みたいに。これ、P 入れてもらいましょうね、ここは。番組始まって以来初の多分 P が出ると思うけど。はい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 。そこまで踏めばね、うんうん、いいけど、うん、やっぱりそこまで踏めな ない。じゃあそれで、じゃあ辞めますとなって、じゃあもうすぐそれでギャラリーと。うん、それで、もう辞めちゃったじゃない。それでまあ、この世界っていうのはやっぱお礼奉公があるから、うん、先生に辞めるって1年間ぐらいやっぱり働かなきゃいけないんで、うん、それで1年間選挙やって、うん、で終わって、うん、まあブラブラしてたら父親が、お前ブラブラしてんなら、うん、うちへ来いと、うん、画廊に来いと、うん、後継げって言うんじゃなくて、うん、暇にしてんなら来いって言われて、うん、行ってだから最初に行ったらさ、給与が3分の1ぐらいになっちゃったんだけど、はい、でもまあ、その議員秘書から比べたら、そうそう、でもまあやることもねえし、うんうん、で入って、うん、で一番最初の仕事はだからお手洗い便所掃除から始めて、はい、で毎日朝行っちゃ便所掃除して、はい、これがなかなか面白いね、便所掃除そういうもんだったんですそれは、はい、ね、はい、あれやっぱやってみないと分かんないんだけど、はい、その汚い場所をきれいにするっていうのはすごく気持ちいい、はい、ほう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 、だからこれが品じゃないかなと思うぐらい。なるほど、こう自分の中でこう。そう、だから汚い仕事をしてるっていうことじゃない、うん、汚い仕事をしていながら、うん、きれいにしようっていう意思を持つことが品がいいんじゃないかっていうことになるわけ、うん、なるほど。でも本当にもう2年間ぐらいずっと品がないはもう刺さってたんですよね。そうそうそう。ずっと。で、それでまあお手洗い掃除してる間に、あ、そうかと自分で思い始めたら、今度は父親が経理やれって言って、それで、銀行から来た人がいてたから、その人と一緒に、簿記を一生懸命やった、うんうんうん。で、資産表っていうのをやんだけど、毎月その人は銀行の人だから、資産表作れと。うん、で、画廊なんてのは大体1年間で、決算すればいいわけだから、うんうんうん、そんなもんないし、それからうちの父親だって大副長の頭みたいなのしかないから。うんうんうん、ね。で、それで、まあ、経理やって、うん。と、資産表やると、1円でも狂うと、うん、夜中まで1円の狂ったものを探さなきゃね。ああ、なるほど。はいはい。で、そのうち、その資産表で1円もピタッと合うようにするっていうのは、これがまた気持ちいい。そういうのお好きなんですね。正確に合ってたんですね。うんうん。それで気持ちよくなって、はいはいはい、っていう、その気持ちをよくやってたんだけど。でも、その最初に始めた時にはアートってあんま興味なかったんですか？いや、アートはだって、僕は生まれた時からアート付けだから。別にそこに関してはもう、全然、うんうん。だから一番大きなテーマは、抽象がわからない人がわかんないから。なるほど。もともと抽象は当たり前です。そう。もともと子供の時から抽象で入ってるから、抽象がわからない人がわからない。なるほど。ね、で、みんな富士山が欲しいとか何とかしてるから、なんでこんなもん面白いんだろうと思うから、うん、営業になんないんだよ。あ、そっか、そう。逆になんですよ、ね。良さが伝えられない。そう。だから父親は、はい、具象、古美術から、武将をやって中将に行ったから、うん、自分が中将まで学習してるから、うんうん、そのことを伝えられるお客さんに。言葉にできるんですね。僕はその前がないから、うんうん、なんでこのフォンタナのこの良さがわかんねえんだってお客さんを下に見ちゃうよ。なるほど。それ顔に出るじゃん。はいはいはい。それで売れない。いつ変わったんですか、その。今のほずさん。いや、だから逆に今度は具象を勉強しなきゃいけないと思った。なるほど。だから僕は普通はずっと抽象行くんだけど、うん、僕は抽象からこっち行ったんだから藤井聡太君はよくわかる。藤井聡太君、はい。だからこっちが行くぞって。だから僕は知識で動いてるんじゃないから、はい。フォンタナの作品で動いてるから。はいはいはい。フォンタナがどんな略歴があるかなんていうのはどうでもいいから。はい、うんうん。
そうすると物で見るっていうことがあるから、あ、富士山も、北斎の富士と大観の富士と梅原の富士は違うじゃん。うんうんうん、そういうふうに美術を見るようになるじゃん。そうか、最初に直感で知っちゃってたってことですね。そうそうそう、あの藤井聡太さんがなんかこう、話してましたけど、藤井聡太が、最近に手が見えて、そこからこう、この手が正しいのかって考えていくやり方と同じことする。同じこと。それはもう体に体感として体験として染みついちゃってるから。それで、そこから今度逆算のことを始めた。そっかそっか。そうそう。だからちょっと一般の人とは違う道を進んじゃったんだけど。30代がそんな感じだったってことですか。で、そのうち父親が、まあ、お前ね、画廊にいて、便所掃除と経理だけじゃつまんねえだろう、うんうん。で、画廊の仕事っていうのは、うん、お前が一点作品持って、売るって言うと、番頭さんから全てがお前が一点売るために全部用意するっていうの、風呂敷を縛ることが何か。うんうんうん、で、ホズ行ってこいつって売ってくると、そこが画廊の一番面白いところなの。だからそこで売ってこないんだったら、生涯便所掃除と経理だって。その一番最初に売れた時って覚えてるんですか？いやー、何が売れたか覚えてないな。一番、リーさんの絵持ってて怒られたことはあるけどね。リーウファンさんの。リーさんの絵持ってて、はい、こんなもんお前よく売りつけるなって言ってお客さんに怒られたことある。今だったらだってすごい価値が、当時は価値がそんなに、今ほどなかったんですよ、うん。だってその当時、友達が買ってくれた、あ、そう、リーさんのね、はい、60号のフロムラインを買ってくれた。青い線がこう。そうそうそう、青い線が、ね。ビーとなってるやつ。そう、はい、で、友達が、たまたま、自分がインテリア会社のショールーム作るんで、家具が漆のやつで全部黒かった。それで、寂しいってことになって、なんか壁にかけてくれって言われて、で、自分なりにリーさん持ってった。で、リーさんかけたらぴったし合うんですよ、かっこよくて。そうしたらさ、来たお客さん、友達もわかんないんですよ、リーさんがいいかどうか。でも、来たお客さんが、すごくいいって言い出したの。この絵いいね。絵っていうか、この失礼に、うん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 。だって、漆の家具の中にリーさん、モダンな家具にリーさんのフロムラインがあんだからさ、ブルーで。はい、素晴らしいって言われたらしいの。はいはい。で、ホズ君ね、いくらなのって言うから、60万っすよ、はい。当時60万。今で言うとこれ、どれぐらいになるんですか。で、それの後言うけど、60万っていう金額で、はい、でも友達、会社を起こしたばっかりだから、はい、その当時の60万結構高いから、はいはい、3回払いにしてくれと、うんうんうん。で、20万ずつ3回払いで買ってくれたの。はい、で、それが、はい、経営オークションで7000万だった。はい、今そう、何年か前。すごいですね。へぇ、じゃあその人は手放しちゃったんですね。だからその時、いや彼がね、うん、山本君いくらぐらいで売れっかねっていうか、2000万ぐらいなんじゃない、そう、じゃあやっちゃおうよっつってやったら、その倍、3倍以上。そうそう、へえ、今ちょっとさらっと出たこのモノハなんですよね、リーウファンさんの。そこの、美術にあんまり初めて知るって方も結構多いと思うんで、ちょっと改めてこの東京画廊さんが扱ってる、今日前回の放送で具体の話出ました、はいはい、モノハってどういうものなのっていうのをちょっと今聞いてもいいですか。具体はさっき言った世界の、はい、抽象表現主義っていう、その潮流の上に具体があるんだけど、はい、関根さんたちの世代っていうのは戦後生まれだから、はい、万博に向かって日本人じゃなきゃできない作品を作ろうって思い出した。うん、初めての関根さんであり、まあ、リーウファンさんであり。小清水さん、関根さん。リーさんはね、はい、高松さんと同じだからちょっと上なんだ、うんうんうん。で、関根、小清水、吉田勝郎、江之倉浩二とかっていう、はい、人たちがそういう日本人じゃなきゃできないっていう作品を作ろうっていうことをやったのね。はい、で、その、彼らがやってるものを言語化しようとしたわけ。はい、で、その言語化をするときにリーさんが言語化したわけ。はい、だから関根さんに最初に聞いたんだけど、はい、リーさんが美術手帳かなんかに論文で書いた原稿を読んで、リーさんは評論家だと思った。現代アーティストじゃなくて、同じ作家とは思わずに。はいはい。で、結局それで知り合って、はい、リーさんが、そのモノハのグループの考え方を文字にして、うんうん、それが世界に出たわけ。
だみんななんとなくしか、要するにコンセプトなんとなくこうふわふわっとしてたけど、そうそう、このリーさんが入ったことによって、そう、それがこういうことだよってなったんですよ。で、どうしてかっていうと、モノハンの作品を最大に理解したのは、最初は斎藤義寿っていう人のね、はい、だからモノハンの先生にあたる人たち、1906年までね。で、関根さんたちは1940年までだから、はい、ちょっとやっぱりそうで30いくつ違う、親とこの世代ぐらいの離れで、その間に1930年代生まれの高松次郎とリーファン、はい、でその人たちがいて、うん、関根がいたわけ、うんうん、で関根の位相大地を見て、うん、最初に価値があると思ったのはこの3人、うん、高松次郎とリーファンと斎藤さんで作った当人たちはあんまり自覚がない、言語化できないっていうことは、うん、そういうことなの。モノハンはその言語化してこう定義すると、まあ、ざっくりとどういうことになるんですか。結局、はい、僕たちは全て肉体を持ってるから、うんうん、土だとか水だとか、うんうん、そういう物質と同じものを自分の肉体に持ってると、うんうん、だから僕たち自身も自然物だと。うんうんうん、ところが西洋美術は自然と人間を断ち切って、自然は人間が意識でもってコントロールするもんだっていうのが西洋の美術の根本なんで、うんうんうん、僕たちはそうやって僕たちも自然なんだから、その自然状態を考えようっていうことがモノハの一番テーマなんだ。だから水を見てもオイロンキャンバスを見ても、でそこで作業性っていうのをなるべく消去して関係だけ浮かび上がらせた、そういう美術。なんか僕は描いてやろうとかで、だけどね、水があるから水を描いてやろうではなくて、うんうん、水そのものを表現に使っちゃおうっていう、うんうん、だからそれはやっぱり日本のもっと歴史的な経緯でいうとアニミズみたいなものをちゃんと担保してたんだろうと思うんだけど、うんうん、まあそれでそれをちゃんと言語化して、うんうん、リーさんがとフランス人もさっき言った第二次世界大戦でもう西洋のそういう自然というのは人間が征服するものだとかっていう思想がどんどんなくなってって、モノハみたいなことを考えるル・クレジオっていう有名な文学者がいいんだけど、そういう人たちの文章を読んでてもそういう気質が思い出てるね。それは逆に日本が早くじゃあそこにたどり着いたというか、まあ大体同時じゃないですか。素敵。でもこのモノハに当たるような言葉っていうのはフランスとかではあんま出てないですよ。ない。だからモノハで、モノハでも世界中通用するようになっちゃったから。あ、本当にモノハで通じるんですね。モノハって、だから具体もそうだし、モノハももう日本を代表する美術運動の言葉になっちゃってるから。これでもモノハの作品ってその当時すぐやっぱり受け入れられたんです。それともやっぱり時間かかりました。いやもう相当かかったよ。いや、ごく少数のね、一般の人たちじゃなくて美術関係者はものすごく、特にアーティストが衝撃を受けた。1970年に人間と物質展っていうのを東京都美術館でやったんだけど、その時にアルテ・ポベラのたくさん来たんだけど、クネレスとかイタリアの来たんだけど、もう日本の成田勝彦の墨見てびっくらこうやって書いてて、どんな作品でしたっけ。成田勝彦、成田さんの作品はこのくらいの木を炭焼き小屋で炭焼いて、その炭をドンと置いた作品。1メーター四方ぐらいですね。1メーターの高さでだいたい 5,60 センチぐらいの木をドンドンドンと並べたような。それをこう焼いただけの作品。焼いただけの作品。これ何がすごいんですかって言われたらどう答えればいいんですか。まあ簡単に言うと、さっきのお刺身じゃないけど、我々は炭っていうのを炭焼き小屋で作ってるから人間が作ったもんじゃない、一度焼いてまた燃料にしてるって世界なんか他にある。なるほど、うん、そうか、うん、一回もそこでエネルギーに使ってるわけですもんね。そうだから炭を焼いて、それを炭をまた持って帰って僕たちは、火鉢に入れてでしょ、二次利用してるわけです、ね、そう、はい、だからその日本に人間が加工したものがまた使われてるっていうのはそうないらしいんだよ世界、それで炭にすごい興味持って、その後リチャード・ロングとかみんなやりだしたよ。そうか、それは早くこの炭の面白さを気づいて、それに作品化したと。そうそうそう。
でもあれですよね、多分ここ使えるか分かんないけど、あの去年バカリズムさんの番組出た時に、うん、バカリズムさんそれすっごい早く理解してましたよね。そう、持ってきてて、そう、あのホズさんがそれ持ってきて、うん、こういうことなんだよって言った時に、うん、多分女性のアシスタントみたいな人多分ポカンとしてて、うん、でスタッフさんも結構ポカンとしてたのに、うん、バカリズムさんだけがなんか結構そういうことですよねっての、うん、飲み込み早かったですよね。まあこれであのホズさんがあのまあギャラ所さんとして動いた話は聞きましたけど、今年なんとあれですね、2020年が70周年。そう、ガロがね、はい。なんか70周年のなんか展覧会とかやっていくんですか、今度は。うん、まあだから10月の終わりぐらいから、はい、その70周年に向けて、うん、さっきあなたがおっしゃった日本の60年代、はい、70年代の作品を、はい、まあできるだけ展示して、はい、で若い世代に見てもらいたいなと思って。うん、こう具体的には例えば作家の名前で言うとどういう作家？だから白髪さんとか、はい、斉藤義寿さんとか、うん、そういうようなリーさんとか、うん、それのその時代の香りの強いものを並べたいなと思ってます。これはもうみんな無料で当然見に来ていいってことですよね。これ結構長いことやっていくんですか？3回ぐらいちょっとやろうかなと。だから60年代、70年代ぐらいのテーマでね、だから次は何々やるとか、うん、だからまず最初は舞台関係と、うん、それからあと あそこ何ですか、と篠原牛尾さんたちぐらいまで、ネオダダ、ネオダダぐらいまで、はい、その後にモノハの人たちとかっていうふうに、ん、大体そういうの、まあ、じゃあ3回続けてくればもう日本美術の中でも、そうそう、特にも世界に通用する日本美術のいいところがギュッと凝縮して見れるってことなんですね、うんうんうん、やっぱり今若い人たちも画廊回りしなくなっちゃったし、うん、それからもう美術館ではそういうものは当たり前に飾ってるけど、うん、だといってそれを文脈立てて見てはいないし、うん、だからそういうことを僕のとこだったら小さい規模だけど、うん、コンテクストだけは出せるからそれをやろうかなと。だからやっぱ画廊巡りってなんか買うっていうだけじゃなくて、そういう、 こう美術のこう動向を知る上でもやっぱり行くといいってことですよね。で、まあうちの場合は父がね、はい、こういう仕事を始めちゃったから、うん、常に美術館のこう先々みたいなことやってきたんで、うん、まあそういうようなこともみんなに見てもらえたらいいなと思って。でも最近本当にモノハの展覧会とか増えてきたじゃないですか、うん、こう保津さんから見るともっと早く日本はそういう美術展をやっとくべきだったと思います。それともまあ、ちょうどいいタイミングかなっていうのは どっちですか？まあ、これは美術館自体がさっきの金融と似てて、うん、投資的な展覧会できないでしょ、うん、だからやっぱり観客を動員させられるような展覧会を中心になるから、うん、その先々の展覧会が日本の美術館は非常に難しい、うんうんうん、学芸員の人がやりたいと思っても、うん、なかなか上の人が許してくれないとか、うん、だから価値が出てから、うん、舞台やったり、うん、もうその高松二郎展やったりするんだけど、うん、価値が出る前にそれをやっていくっていうのがやっぱヨーロッパだから、うんうんうん、だからそういうようなものをできないから、うん、まあ我々がやる以外ないかなと思って。でも見る側としてもってことですよね。僕よく例えて言うんですけど、やっぱギャラリーってテレビ番組で言うと深夜番組みたいなもんで、うん、チャレンジングなことやってて、そう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 、でそれがようやくなんかこう認められるとこう、まあ、美術館でいわゆるゴールデン番組になるけど、やっぱりこう美術ファンとしてはもう俺は深夜から知ってたからねみたいな、そう今更ゴールデン来てもさみたいなことが言えるじゃないですか、ギャラリー巡ってると。そうそう、やっぱだからこのトニーさんのこのここで今回話してることと、美手帳が僕のところに来て話すことは変えなきゃあんないでしょ、うんうんうん、これは非常にプライベートなある種の空間の中で喋れるからこれだけ喋れるけど、はいはい、これをやっぱり美手帳で喋るわけいかないから、ね、もう少しこうフォーマルな言葉になりますしね。そうそう、それから芸術身長行きゃもっと制限しなきゃいけないし、うん、だからやっぱりこうね、うん、さっき言ったように王道のテレビでは喋れないけど、はい、だから僕は王道のテレビに出るよりはこの間のトニーさんに言われたバカリズムさんの番組とか、はい、角田君の番組とかっていうのは楽しいな、はい、あれだからほら、うん、何喋ってもさ、うん、大丈夫じゃん。そうですね、まあまあまあ、ね、いわゆるなんとか日曜美術館とかと比べたらもう何、日曜美術館で僕みたいな話したらやばいことになっちゃうよ。このポッドキャスト番組はもう特に NG もないですからね。そうそう、
多分この番組初の多分ピー音が入ったはずだし、うん、いやでもいろいろ話を伺ってきたんですけど、うん、最後にこうちょっと聞きたいこと、うん、今アートとマーケットに期待している将来像があれば教えてくださいということなんですが、これはもう、はい、あの世界の潮流の中で今回のコロナで一番僕が体験してるのは、あのパンデミック、あのいわゆる世界でいろいろなペストとか、うん、それからコレラとか、はい、結核とかたくさんあった。で人類はそれに対して常に科学で薬っていう形でやってきたんだけど、それは細菌が人間の外側にあるから退治できるんだけど、ウイルスは人間の外側にあるんじゃないんだよね、あれ、うん、人間の内側にもいるわけ、うん、だから多分これで一回ワクチンができても、うん、次来るよまた、うん、で地球温暖化っていうことが前提のもとに、これからそういう病が、うん、に覚悟しなきゃなんない、うん、でもウイルスから見ると、うん、一番問題なのは人類、それから地球の生命が滅びるっていうことを考えると、うん、地球の生命にとって最大の問題は人間だよ、うん、ねえ、そうウイルスは地球規模の生物から言うと人間をセーブすることで空気がきれいになったり、だから生命全体から見るとウイルス君は頑張ってるなと なるほど思うわけね。人間視点だけで見るんじゃなくて、そうそう地球視点で見ると地球視点、うん、だからだってものすごい数が絶滅してるんでしょ、うん、これ全部人間じゃん、あのこの間石油が流れちゃったから、うん、海に、はい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 、ね、だから、うん、だから人間が地球の生命体に影響を与えてるとすれば、うん、ウイルス君は地球全体の生命では人間を制御できるのはウイルス君しかいないかもしれない。でもしかしたら地球規模で見たら結構喝采を受けてるかもしれない。そうそう、ついにやってくれたぜみたいな。人間の進化もウイルス君の貢献度が高いらしいんだよね、うんうんうん、ウイルスがなければ人間ここまで進化しなかったらしいから、うんうん、そうすると人工知能より先にウイルス君の方が僕たちにもうそろそろ考えなさいということを言ってるんだと。そうするとね、じゃあこのウイルス君をどういうふうに考えるかっていうと、もう一回それぞれが一人ずつものを考えろと言ってるんだと。ものを考えれば病気にならないで済む可能性が高い。考えないからすぐ夜出かけてって酒飲んで移っちゃうでしょ、はいはいはい、トランプもマスクしないで移っちゃった、はい、だから考えてれば移んないっていうのは養老先生が言ってたよ。でもなんかそうですね、びっくりしたのがあって、インフルエンザが去年の1000分の1だって言って、そうそう、だからマスクするからでしょ。あんなに去年とかまでだからみんなワクチンって言ってたけど、結局手洗いと、うん、マスクさえすれば防げるもんなんだなって。だからそうするとその人間が自分で自分のことを考えて自分を制御するっていうことがあれば、うん、コロナはもう共存できるじゃん。うんうんうん、でそういうようなふうに考えるとね、やっぱり考えるってことがすごく大事だと思う。改めてってことです。そう。だから今選挙行って 40% しか投票しないじゃない。うんうんうん、60% 考えてないってことでしょ、うんうんうん。だから考えるってことをウイルス君のおかげで僕たちがすれば、地球をもう一回、ちゃんとした地球に戻せるかとか、うん、でそうなると新しい資源を使うんじゃなくて、うん、今あるものをどう活用するかっていう、うん、もう石油を掘らないで、うん、今ある資源の中でどういうふうに考えるかっていうと、これは資産の活用の社会になるだろうと、うんうんうん、資産の活用の社会から日本っていうのを見直すと、僕はアートっていうのが一番面白いと思う。ほうほうほう。具体的にはどういうことですか？簡単に言うと、もう不動産もかなり難しくなってるでしょ、はい、今後ってことですね。今後だって世田谷区で5万戸だっけなんか、ね、所有不明地があって、はいはい、それがマーケットに出たらドンと落ちるんだけど、うん、で北海道1棟分ぐらいあるんだよ、日本国で所有不明地が。そう、もうそんなにあるんですか、うんうん、で所有不明地をどうして固定資産税払わないから没収しないのかって聞いたんだよ。あ、日本政府が取れる、政府がね、はい、没収すると政府の責任になるじゃん、そこの土地を整備するとか。そうすると整備する費用が大変らしいんだよ。例えば空き家が倒壊しちゃったりとかしないように、まず空き家さら地にしなきゃいけないとかって、そうそう、うん、はい、
だからそれの費用が大変だから、あの国の資産にしないらしいんで。なるほど、なるほど。うん、そっちのが、だから逆にマイナスになっちゃうってことなんですね。そう、だから僕は、もしも理財局の人だったら、どうしても整地しなきゃいけないところが出るわけ、危ないから。はい、整地したら国の資産にする。費用かけたんだ。だそういうふうなシステムを変えていくとね、やっぱり僕はそれは資産の活用の概念がないと、そういう発想はできないから、その中の資産の活用で最も面白いのが僕はアートだと思う。アートっていうのは無限に作られるから。ゼロから作れるというのが作れるし、はい。それから不動産は有限じゃない。はい、金も有限だ、はい。ダイヤモンドも有限、うん。アートだけは無限なんだよ。ちょっと無限に吸ったお金を無限のアートで受けるしかないと思ってる。なるほど。別にお金はまあ無限に、理屈上無限に吸って。作れるけど、うん、結局それを換金していくとなるものは全部有限なんですよ。不動産であり、金であり。アートだったら無限に、要するに作り続け、お金と同じで作り続ければいいってことですか。だから無限に対して無限で対応する以外ないから。うんうんうん、だからアートがもっと活性化すれば、うん、お金はもっと社会で回るようになるから。なるほど。うん、要するにもっと買っていけばいいんですよ、じゃあみんなが。そう。いや、換金していくってことですか。そう、換金して楽しめばいいじゃん。それでまたそこから、儲かったら儲かるし、うん、でもそれは考えた人しか儲かんないから、うんうんうん、だからそうすると考える社会になるじゃん、うん、でこの考える社会に戻さないと資本主義はもう限界に来るよ、うんうん、それがさっき言った人工知能の自律性なんだ、うんうんうん、多律はダメだってこと、うんうん、だから人間が一人ずつ自立してものを考えるようになれば、うん、社会はまだ先がある。うんうん、だからそのためにこのコロナっていうのはすごい大きな影響だ。これそのでも文化、まあ、うん、あのそうやってこう金融、まあ換金していく、うん、これって例えばその国が何か してた方がいいと考えるのはあるんですか。政策として例えばこういうふうに具体的にした方がいいよ。インフラを作るってことね。はあ、ははあ、だからその換金しやすいシステムを作るってこと。例えば税制の問題とか、うんうんうん、それからあの経済産業省がアートフェアをどうするのかとか、うん、そういうふうにインフラを作るっていうのが国家の役割だから。今文化庁がしか絡んでないけど、もっと。そうそう、だからそれで今回デジタル庁って作ったでしょ、はい、あれは菅さんがそれぞれの縦割りを統合してデジタル庁を作るんだったら、うん、文化庁も縦割り、経済産業省、外務省、全部縦割りになってる文化予算を統合して、うんうん、それで芸術基本法っていうのが、うん、2018年に成立したから、はい、それは縦割り行政やめようっていう、うん、デルタ庁より前にできてる、うんうんうん、だからそれを実現すればいい。その中に大きく出てるのは、うん、あの文化政策を作るっていうことと、はい、それから文化省を作るっていう。文化省、はい、だから各省のいろんなものを寄せ集めて文化で考えるってこと、うんうんうん、そういうようなことで観光立国っていうのは、はい、まさに僕たちが観光ということで資源化して、うん、それをみんなが見てお金が回るっていうことだから活用じゃない、うんうん、そういう、だから富士山をきれいにすれば、はい、富士山を来る人がいるけど、うん、汚くしといたら活用にならないから、うん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 、すると富士山の登頂に例えば山に上がるためにいくらもらえますと、そのお金で富士山をきれいにします、うんうん、するとまたお金が還元するから、そういうふうにすると自然ももう一回きれいになるんじゃないかっていう、そういうのが僕はあの資産活用の社会、うんうんうん、それがやっぱり日本のこれからの急務だと思う。だ観光、まあ、富士山であれですけど、例えば文化だったら具体的にこうした方がいいよっていうのは何かありますか。やっぱり税制だな。今はちょっとやっぱり弱い、というかどこに問題があるんですか。税制は一番大きい問題は、うん、アートを資産と思ってないから、うんうん、アートは消費財だと、国税庁はアートは消費財だと言ってるわけね。例えば100万のじゃあ作品買うとするじゃないですか、うん、これは資産、100万円の資産にならないと。なんない。100万未満はだからみんな、はい、あの消費物、ブランド品買うのと一緒とですか。100万未満、そうそうそう、ブランド品の方がまだいいかもしれない。なぜかと、まだそのブランド品を扱う大黒屋があるからね、うん、なるほどなるほど、アートの場合はだからその換金しに行けるとこないってことですか。そうそう、換金するシステムはできないから、資産として認めてないから、うん、それは世界では認めてるもんなんですか。もうあの鑑定機構っていうのは、はい、国が認めた鑑定機構があるから、
あの、これはヨーロッパも、はい、アメリカも、うん、隣の韓国ですらあるんだけど、うん、日本には鑑定機構ない。価値を決める、そう、国の機関がないってことです。そのものが、なんていうかな、それだけの価値のあるもんだっていう鑑定する機構がないんです。ほうほうほう。これをまず作ることが大事ってことですか、日本で。で、それを作れば資産としての、うん、だから、さっき言った不動産でいう路線価格って鑑定士っていいでしょ、うん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 、アートに鑑定士いないでしょ。あ、まあ、鑑定団のような人はいるけど、それは別にその、そう、あれは番組が作ってる任意のもんだから、何の根拠もないじゃん。はいはいはい。でも、国家が鑑定士協会を作ると、うん、あの番組成立しなくなるんだよ。あ、逆に成立しなくなるんだ。なるほど。あれが成立してるってことは、はい、日本は、鑑定機構がないっていうことを言ってるようなんでしょう。で、美術館に持ってっても鑑定しないから。なるほど。金額出してくんないってことですか。そう。証明もしないし。はあ、だから、資産になるとメリット、例えば、どういうメリットが一番大きいのは相続だよ。うんうんうん、だから、例えばアメリカの場合だったら、はあ、作品を買った人が、はあ、その作品を全部美術館に寄贈する。はい。はい、寄贈した総額が相続税から免除されるんですか。免除される。日本はそれないんですか。日本は特定美術品だけ、あのいわゆる国宝十分だけ、はい、それ以外はじゃあもう全部あの売って相続税払えってこと、はい、なるほど。じゃあこれがなくなっていくというか、そのちゃんと税制変わっていくと、もっとこう評価も変わってくる、うん、税制の資産の項目の中に、うん、今日本は資産と言われてるのは不動産とそれから株、うん、この2種類しかない、うん、あとは動産だから、うん、資産科目としては金ぐらいか入ってるのかな、うん、でもその中にアートが入ってないんで、不動産が回らなくなったら次の資産、金融を回すための資産を考えなきゃいけない、うんうん、でそのために何が大事かっていうと、一人一人が資産を持つっていう国家が健全なわけよ、うんうんうん、ね、うん、あの江戸時代は普通の人は土地持ってないじゃん、うんうんうん、ね、それが明治になって土地から税を取るんで、初めて個人の人が土地を持つっていう概念が生まれて、でもそれでも特定な人だから、特定の人以外が土地を持つってことを考えたのが小林一三さんの私鉄引いて不動産売ってローンでやるっていうあのシステム、うんうんうん、それでみんなが戦後、あ、私も土地持って資産ができたっていうから一生懸命働くでしょ、うんうんうん、で銀行にお金ローンで払うじゃん、うんうん、そのローンで払った銀行のお金で国家は金融ができた、うん、回ってたわけ。そうそうそう、それが今もうなくなっちゃうと、それが固定資産税も含めてそうか。でなると、じゃあ今後そのもう不動産が健全な世の中っていうのは、みんながなんかアートいいなと思うのを買ってこう回していくと、うん、そうそう、やっぱり日本がまたもう一回元気になると思うんですか。要はさ、1000億お金持ってても、うん、100万円持ってても、うん、命っていうのは関係ねえじゃん、うんうんうん、だから前澤さんが1000億持ったって死ぬまでに使い切れるか、うんうん、だからイーロンバックスの月に乗るとかっていう話になるじゃないそうすると、あそこでドーンと使おうと思ってんじゃない、うんうん、だから前澤さんにお願いしたのは、新しい本で言ったのは、うん、国宝と十分買ってくれって言ってるわけ、うんうん、国宝と十分が安くなっちゃってるから今、うんうん、なぜかと海外に売れないから、うんうんうん、ね、だからマーケットに乗んないわけですもんね。だから運慶が村上君より安いっていうのはおかしいじゃん確かに、ね、うんうんうん、だってやっぱりダヴィンチは500億だけど、うんうん、ね、あのゴーギャンは350億じゃん、はいはいはい、ダヴィンチの方が高いに決まってんじゃないって話、うんうん、それも本物かどうか分かんないでしょあれ、うん、あ、この前買ってなんとかムンディーです、ね、そうそう、はい、だからそういうふうに考えた時に、僕たちはもう一回歴史っていうものを大事にして、うん、運慶が村上君より高い社会を持っていかないと、適正化がこうやっていかなきゃいけないってことです。そうそう、だからそのためには資産という概念を入れないとそうならない、うん、なんか深い話を最後に聞けたなという感じですね。そうそうそう、だからそれがまあ、うん、今一生懸命やってる文化政策のね、はい、一つの考え方。これ実際でも堀さん、その政府に働きかけてるじゃないけど、言ってるんですよ。まあね、たまたま諮問委員で呼ばれて、うん、いろんなこと話してるんだけど、うん、どうですか、実現しそうな感じですか。というかやっぱりこれはね、はい、行政が考えることじゃなくて、うん、行政っていうのは
考えちゃいけないらしいんだよね。うーん、やっぱり政治が考えて、考えたことを具現化するために行政があるから、やっぱり政治がそれを動かさなきゃいけないんで、だから政治だよ、問題は。また戻って、戻りましたね。そうそう、だから僕はまた20代に戻っちゃった。戻ってループしましたね、最終的に話が。そう。でもやっぱこうやって考えていかなきゃいけないですね、僕らもだから。そう、だから本当にね、うん、これから、まあ僕の世代まではまだね、いいけど、やっぱりトニーさんたちより下の世代は本当に考えないと。うん、でもなんかこう、アートっていうとこう、なんとなく一般的なイメージだと、うん、こうね、自分の人生に関係なくて、うん、ちょっと浮世離れしたものって思ってたけど、うん、まあ今回、箱津さんに前回と今回の話伺って、うん、まあ逆にもっと考えなきゃいけないものなんですね。一番密着してて、うん、自分の人生に一番関わってくるものな気がしましたね。うん、なんか、うん、もう食わず嫌いしてる場合ではないですよね。もうとにかくこれだけ黒田さんがお札を吸っちゃったんだから、うんうん、このお札を吸うっていうのは、ドルも、どこもそうでしょ。だから株が落ちないのはお札を吸ったせいだから。うんうんうん、価値があるわけじゃない。ただ、やみくもにお札吸ったから。うん、ね、値段。だから問題はこのお札を持って経済活動はできないから。うんうん、だから本当は昔だった設備投資にもあるんだけど、うん、それにも回んない。うん、とある人に1000億とか2000億ってお金、うん、何兆ってお金が、その人のとこに止まっちゃってるから、うんうんうん。これを還元させて回転していかないと金融も経済も回んない。うんっていうことよね。なんか経済回せ回せみたいな話はいっぱい出てきたじゃないですか、コロナの時も、うん、でも実際回すっていうのじゃあどうやってやるのっていうのは、う意外とそのやっぱアートがそこに関わって、そうだから僕は何か買うっていうこと、うん、それからそれで何か得るっていうこと、うん、そういうようなことの、うん、で結局その欲望を制御するっていうのはお金使うことだからね、うんうんうん、やっぱりイライラっとするとお金使いたくないじゃん、うん、いますよねそういう人もこう発散、うん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 、で物を見たら買いたくなるじゃん、うんうん、だからそれが人間の欲望だから、うんうん、その欲望をやめろじゃなくて、うん、使わせることで健全な使い方をしていけば経済回るっていうのが、うんうん、ケインズが考えてる経済政策だと思うんで、うんうん、それをもう一回僕たちが今この時代にやんなきゃいけないんじゃないかなと思って、うん、でもその話聞くとやっぱアート買うっていうのはなんかどこか遠い未来の話、うん、遠い国の話のように思ったけど、そうじゃないってことですね。うん、もし興味があれば、ぜひこれをきっかけに。そうそう。で、しかも、夢もあるわけですしね。うん。何百倍になるかもしれないしっていう。そうよ。IR でお金使ってる場合じゃない。そうですね。あれよりずっと健全で、うん、それから自分が買った絵を通して人とコミュニケーションできて、うん、友達もできて、うん、そういうこう、何歳かな、楽しい社会にアートっていうのが、そうですよね。だって買って気に入らない、だって、まあ、もし仮に価値が下がっても自分が気に入って買ってるわけですからね。そうよ。それは自分が楽しくて500万。まずね、まず自分が楽しくていいじゃん。うん、それをしゃ人に喋りたいってことが次じゃん。うんうん、そういうことですよ、ね。そうそう。ちょっとこれを機に、まあ、あれですよね、そろそろお時間がやってきてしまいましたけども、うん、まあ、ぜひぜひ、今度から始まる70周年展を見に来ていただいて、はい、もし買いたいと思ったら買えるわけですか？買えますよ。いくらぐらい持ってくればいけるんですか？先着買った人は 10% 引きとかね。まあ、すごい。じゃあ、このそろそろ美術を、こう、ね、そろそろ美術の話を見たといえば、もしかしたら 10% 引きしていただけるかもしれないということですので、ぜひぜひ。はい。はい、ということで、ホツさんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということで、2回にわたってお送りしましたけれども、多分まあ星さんは話し足りないだろうからまたいずれ出ていただけるんじゃないでしょうか。はい、ということでこの番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスでのフォロー購読をお願いいたします。感想はハッシュタグそろそろ美術の話をで、今後聞きたいテーマやゲストがありましたら、そういうリクエストがありましたら番組ウェブページにお願いいたします。ということで お聞きいただきましてどうもありがとうございました。